そうよ、あなたあ。日本から帰ってきてからもね、はい。お帰りなさい,い。帰ってきました、どうも。どうもどうもどうも、帰ってきたよ。<laughs> よかったでや <laughs> うんそうよね。寒かったでしょ。寒かったね。うんジャケット貼った,っただからさ、とりあえずハワイにいる間に長袖をかき集めたわけですよ。うん、かき集めて。 うんとまずねあのー、そのスリートストアに行きちょっと見てみたの、うん、でもやっぱりねハワイのそういうリサイクルショップとかはさ長袖やっぱないんだよ全然ないわけないないあってもめっちゃテロテロの薄いやつとかで厚手のものとかやっぱなかったのねでもその中でもまあ頑張ってほら子供、まあ、結局さ私たちが日本に1回だっていうのは2週間ちょっとぐらいしかなかったから。 その中で着る長袖とかにさフルプライスを使って何着も買いたくてなかったわけ、うん、特に子供なんて成長するしねそう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 そ,う、うん、それだからさちょっとそのリサイクルショップというところにこだわったっていうのもあるんだけど探してまあまあまあとりあえず見つけたのは買ってさで自分のとかもさ、まあ、なるべく頑張って見つけてみたいなでジャケットはさすがにねやっぱり厚みのあるのが必要だったから、うん、と自分以外はみんなユニクロで。 ユニ,クロユニクロののさあ<ー>あるるじゃんわ、うん、かるヒートテックのさめっちゃこう縮,に縮んでくれるやつこう畳み込むと小さくなったやつやつ、うん、ヒートテックそもそも薄いもんねそうそうそう,そう薄いのにあったかくってみたいなで持ち運べるみたいなやつそれをうとそう自分以外は買ってで私は自分,自分用のやつをする人座わで見つけてたからそれでなんとかジャケットとか 持ってたでもねブーツとかはねやっぱうち自分の実家に行く予定だったしさ新潟県だから雪降るっていうのも分かってたからスニーカーじゃダメでしょやっぱりそうスニーカーじゃダメだったのしみちゃうでしょそうでもブーツを持ってくとまたそれもかさばるしでもでもお乳を買ってもそのぐらいしか着ないわけじゃん2週間ちょっとしかうん、うん、だからブーツもなんだかなと思って結局買わないで行ったわけよブーツは。 なんんなだからみんなスニーカー履いてたんだけどでも結局あの実家に帰る前に、まあ、東京あたりは大丈夫じゃんブーツ履かなくてもスニーカーぐらいで大丈夫うちのの実家の方行くと本当にブーツが必要になるわけよだから帰、うん、る前に自分の地元の友達にちょっと子供服のこのサイズとこのサイズとこのサイズあの古着ありませんかみたいな感じで友達に聞いて。 古着を友達から買あのあったら家にあったらもうちょうだいみたいなそう感じでしたらんかやっぱナイスだからさかき集めてくれてさお姉ちゃんの子供のやつとか自分の子供のやつとかでかかってもいいんだもんね別にそう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 でそれでみんなかき集めてくれてさうちの母ちゃんの職場に持ってってくれてうんそれでんかブーツとか持ってきてくる子ともいてさ ほんと、それでなんとか。も皆さんのあの優しさとあのお手伝いがあって、私たちは日本の生活を乗り越えることができました。そうということで、そういうことですよ。いいねー。<laughs> そう、友達に助けてもらったので、ブーツとかなんか子供の流されとか、そういうのかき集めてもらって、それ持って帰ってきたの。持って帰ってこなかった。間違えて置てきた。うん。持ってきた。 そう、そんな感じで長袖とかまあ服とかなんとかなったんだけどまあ寒かったでやでしょうな子供さほらもうハワイの子だからさもう靴下とか履きたくないの家の中でそうだよねそうなの。だ,だけどさだし薄着だし家の中で厚着っていうことをしないからさそうなのよ、ね、そうそう,そうだからなんかもう家うちの実家やっぱ寒いんよあの フロアとかもさ、ね、あのフロアだから。冷たいでしょ冷たいんだよね。めちゃくちゃ。だからさ。日本の冬って感じで。そうそうそう。めっちゃスリッパとか、ソック、あ、分厚いソックスとか、履かないと、やっぱりひ、あの、足から冷えるわけよ。子供はね、もう何回も何回も靴下だけでも履いてくれって言っても、やっぱりもはっけないわけ。このきつい感じが嫌なのよね。だから、もう、もう仕方ないから、もう、そのままでいたよ。なんか、さっきも言ってたもん、ネイビーね、なんか。うん、何?。床が冷た。 が、たな言ってたね。そそ、ね、そうそうそうけ、ね、自分でも分かってたんだけど <laughs> スリッパも履きたくないしもうそんな感じだったまあでもいい経験だねほんとそうでしたって,てあとはもうじゃ続きは YouTube の方でああそうですねそうですね雪はまうでも本当にあに素晴らしかったですよあっすごかったもんねあと写真見たもんあすごい 本当にすごいなんかあれもさあんなに心身と降るんだねそうあれだからあの記録また達成みたいななんかこと言ってたからさ、ね、毎年記録達成じゃねえみたいななんかあそこでずっと生まれ育ったけどすごい雪いっぱい見てきたけどさやっぱすごかったで雪降る地方の人って足こう滑らないで歩く方法知ってんのえー、こう腰を入れてこう、えー、滑る 滑滑る滑ったりはしなない。なんかさ水がさこうあこうさ要はさ雪がこう積もるとさその雪を溶かすためにさ道路から水が出るわけよ。あははいはい,、はい。でそうなるとそうさ雪水が水を含んだ雪が溜まるわけ。あ、それが一番ダメでしょそれが一番滑らないあうんとねす,すっげえそれで寒いとそれがまあ凍るんだけど<ー>大体結構それがさぐっちょぐっちょのその分かるかななんか。 あのかき氷のさもうさシロップがデラデラになってさーはーは結構後半になった感じのああいう感じがたまるんさん、ね、道路にでそれが嫌 <laughs> あれ靴濡れるしね濡れるしあれで車ワン行くとパッシャーって飛ぶのよ<ー>でそれがもう歩いててみんパッシーかかるでスラッシャーみたいなでしょうそ,うそ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 う 泥まそう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 そんなのとかでさあとねやっぱね道が狭まるからさ雪で結構人がこういら立ってるのとかもすごい感じてあすごい感じだ雪国そうだね雪国あるあるなんだろうねああいう感じのはね雪が降ってこう道が狭くなって「行ってくださいどうぞ」っていうあれのねやり取りがしなきゃいけなくってさ車の中から。

花火すごかったじゃんあ本当に<ョ>私はほらいなかったからさ <laughs> そうね日本は静かだもんねゴーンつってそうだよね開けまして本当にそう NHK でもみんなでこうこたつところで静止したがらけましておめでとうございますでさこ,こ,こたつのその自分の家族におめでとうございますちょっと目の前におかんとかにおめでとうございます静かだよね、うん、地味だけどしっかり言うっていうねお年玉いつだろうみたいな <laughs> 今年でも何歳までもらったいや、高校生ぐらいも,もらったかな、うん、私。うん私高校生ぐらいまでもいやなんかいまだになんか俺そんなに金額は大きくないけどまあなんかあんたいいね。もらってるかいやでももらってないかもしれない。私もらってたのおじいちゃんからだからなんだ多分。あまあおじいちゃんたちあげたいの。親戚,親戚の家に行かないともらえないじゃん。あそうだね。でもあのお年寄りたちはさあげたいんだよ。 でも私お年玉もらったお金使えないんだけどわかるあのおじいちゃんとかからもらったお札とかさこのポチ袋とかさうわこれなんか選んだんだろうな松屋根みたいなわかる <laughs> スーパーの横のところレジの横のところに売ってるじゃないね松になるとあそこから選んだんだなとか思うとなんか使えないわかるわかるわかるもう涙出ちゃうよもう北の国から状態でしょ<う><ん> <laughs> おじいちゃんとおばあちゃん関わってくるともうだめ <laughs> <う>だわ。 戸棚の上の方にしまって、<あ>多分ま手つけてないやついっぱいあるよ。えー、たまにほら緊急事態とかっておじいちゃんすいませんって,言ってい、ね、使ったりするけど、かもうか使えないどうしようみたいな。<ー>銀行とかにすぐ入れちゃえばいいんだろうけどね。そうだね。私小さい時は全部貯金したいと思うけど、うん、中学高校ぐらいからもうなんかそのふ年のお一月にもらうじゃん。したらその冬休みにそのほらそのそのシーズンだから雪降ってるからさ、うんうん、に。 着るジャケット買うんだよね。そのお金で。ああ、そうかそうか。とかそういう感じで使ってたな。ブー使ったりとかさ。うん。私物自分の。その頃収入ないしね、あんまりね。私帰ってきたとき家に庭がさゴミだらけね。花火の。あの火薬みたいなやつで,でしょ。あの赤いさなんか中国のこう。 爆竹みたいいななののじゃないの、うん、なんかねそのほら要はさ筒に入ってるわけじゃんか大きさどうでもいいけどそれがさ上にブーンといってパーンって爆発してそのさかけらが落ちてくんじゃんそのかけらばっかりやったあ,あれ掃除しきれないんでしょもうねそうだ、ね、そうで掃除もないんだでほらスプリンクラーなほら朝はスプリンクラー,ーシワふのためにスプリンクラーパサーなるから濡れてあ,ーもうあんたどうしようもないじゃんうん そうだあとうちのトランポリンにもめっちゃ入ってたでや <laughs> あれさめっちゃ入ってたでやなんか名物みたいになってるじゃんもうハワイのなってるねまだ全然やめる気ないのは分かってるんだけどさあれめっちゃ高いよ花火ってそれなそれなあんたそのお金ちょっとい高いよ本当にだって 一つのお家でそで例えばさ「俺はじゃあ今年のねあのニューイヤーやるんだでや花火」って言ってさ「いくらみたいな「そういくら作っとんだよめみたいなあと3000ドルだから日本でいう30万ぐらいだでや。ってこうやって普通に言うてんね近所さんねアホ <laughs> もう<え>全部空に金燃やしてるだけだよ、ね もう要はあれっしょなんか「俺の大きい車見てよ」みたいな感じの「俺の花火見やがれ <laughs> こ,のこの近所の貴様たち」みたいな「エンターテインメント始めたらよ」みたいなね <laughs> そんな感じでしょじゃん。 俺の花火が一番だからさもう何エンターテインメントがなさすぎてこの島の中でさ、ね、昔のもう縄文時代にやってたゲームみたいなもんよね <laughs> 私たちからしたらね <laughs> 石ころ投げてこうゲームしてる人たちと同じ <laughs> もうやることないからこれ楽しいみたいなそれでもさ度が過ぎてる、ね、お金の額が度が過ぎて何かさ わか OK じゃあ100ドル使うとか言うなら、うん、まだあ楽しめてる範囲だなと思うけど30万とか40万とかちょっとあのビッグアイランドの方から持ってきたとか言ってあいつら本当どうやって入手してるのか私いまだに分かんないからね。 うちの近所さんちなみに配ってるあの売ってる人だからその仕入れてその花火を仕入れ屋おる近所さんに売ってる人だから <laughs> やばい,<う>いねそこで多分儲けも出てるんだろうね多分出てるんだと思うよちょっと上乗せしてるんだと思うよプリズンかよ <laughs> <laughs> ここはプリズンか <laughs> まぁさあれだよね遠目で見たら面白いよなこの花火 いやまあね、私たちほら払ってないから、ね、まあエンターテインメントしてるから隣んの,そのもうきんご近所さんがみんなして花火を真横自分ちの真横で上げられてみうるせえし楽しいんだけどお酒飲んでたりとかするとだけどやっぱゴミとかはすごいしやっぱうちのさ <laughs> 庭に来て掃除まではしてくれないからね誰のゴミかもわかんないじゃん<ー>空から来て。まあまあ まあ見る側には楽しい。だから本当にそれこそその何ホノルルの方からとかさ、ほらわあってちょっと高いところから見るとさ、うん、ね、こう全体的にこのシマのさ花火上げてるところを見れるわけだ。すごいよ。ね、ビデオとか見ると結構すごいじゃんね。あれ,あれ見るのは楽しいよ、ね。いつもパールシティの方で年越しするんだけど、うん、すんごいの丘の上だからさ、ああすっごいよ。あ本当。うん、あれドローンで撮ったやつの去年のとか見たけど、すごかった。綺麗綺麗ちゃ綺麗。 まあね、エンターテインメントよね、うんうん、音がちょっと私きついけどなね、動物がかわいそうだよねちょっとね,ね毎年だって犬とか逃げ出すじゃんね逃げ出す逃げ出すかわいそうよね逃げ出すうんあの花火はまあまあ、そんな感じですわ皆さんそんな感じですわはあ、うん、あのさかほちゃんあのさ空港の話っよううよいいよ空港の話。いいよ。俺さ、 空港のさ、あの、の空港の話っていうか空港私は好きあなた空港好き <laughs> 私空港大好き <laughs> ちょっとパスパスちゃんとやってやっちゃんと切ってホーイック英検かなんかの質問みたいな <laughs> 私は空港が好きあなたは好き<あ> <laughs> 空港好好ききよでししょ楽いじゃんする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 じゃん私は特に東京の空港が好きだけどねイエスんて言ったっイエってラレストランどれ行こうかな」っていう感じだよ最高ねもうなんか楽しいじゃんあれだけど今回はちょっと違いましたいやいやいやちょっと動画見たけどね大変そうでしたねやっぱ大変やね あの子供三3人はやっぱ大変だなってどっちここの空港でそれとも向こうの空港でああうんとまあ両方大変だったんだけどあわらわらさホノルルのね方はさ小さいじゃない空港が、うん、だから私そんなにほらレストランがいいとかそういうわけでもないじゃんねだからあのそんなに、まあ、ちょっとね待ち時間が長かったの,あのセキュリティの<ー>チェックインはしてスムーズにできてでその後にさチェック あそのセキュリティーに並んだんだけど1時間ちょっと待ったんだよねでそれがもうさすごいラインだったの、うん、ものすごいラインので待たなきゃいけなくってでその間やっぱりさ子供トイレ行きたいとかさねなるじゃんか、うん、あそれは結構だるかったけどうんそうねやっぱり同じスポットにいてほらゆっくりと進んでいくっていうのは子供結構だるいよね待てないよねそう、うん、でだっこなうんぬんってなるじゃん それが結構大変だったけどねあの成田空港を着いてさあ成田空港からその帰ってくるとき、うん、成田なんていっぱいレストランあるじゃんかんなんか私自分が子供いないときにそのさ空港に行ったときってすごい楽しかったっけなんかその飛ぶ飛行機とかを見ながらビールとか飲んじゃって <laughs> もう始まってるちょっと酔っ払っちゃったぐらいが楽しいなみたいなさでなんかほら自分飛行機乗ったら乗ったでもうやりたいようでしょみたいのを見て、うん、ねお,<っ>てお姉さんも。 あってないようなもんだからね。そうそうでしょ。うん、でさ、お姉さん来たらあのワインくださいとか言ってさ、うん、お菓子もらったりとかしてさ、食べてさ、楽しいじゃん。もう子供いたっけんもう結構あれよね。なんかスレスレ神経スレスレ。<laughs> キャッキャー押さない押さな,ないみたいなキックしない。まあそうない。まそう前の前のテーブル前の椅子とかさ飛行機の中で前の椅子とか、うん、もう押さないもう押さないでみたいな。<ー>そう。そうよねそれが大変だったわ。気遣い使いでもうだって十時間ぐらいでしょ。 九時間だった。いや,いや、長いな。びっくり、行きや、なんでそんなかかる。このね、季節だかららしいよ。あ、そうなの。うん、普通はな、大体八時間とか。ぐらいで着くんだけど、長くても。この季節はちょっとね、九時間とか十時間弱かかる。長かった。長かったわ。でさ。あの、でも、帰りは六時間ちょっととかだったん、ねうん。帰り早いっていうね。ね風のなんかよくわからんけど、それでか、向きとかでね。うん,う,んうん、うん、うん。 結構早く着いたんだけどさ、私空港のね、あれがセキュリティチェックがさ、まあハワイは多分優しい方なんだと思うんだけど、でもほらまあ日本みたいにこうちゃんとしたガイドラインをくれるわけじゃないわけじゃん、なんあじゃあここにはラップトップ、ラップトップや、Choose off、Come on、h u r r みたいな、そうそうそうみたいな、Don't use the basket、どうも b a s k e みたいなさ。 <laughs> こっちは気ぃ使って一つのバスケットにカバンと手持ちのカバンと靴とラップトップもまあ全てフィットするから入れてあげようかなと思うと思うパーンッて取られても二2つに分けろ言うてんやんみたいな分かんない分かんない分かんないよね毎日行くわけじゃないからね、うん、で私一回帰る時に、うんあのー、すごい急に帰らなきゃいけない時があって、うん、日本にお菓子をさ お土産で、お菓子って言ってもんていうのもオレオとかクッキーとかさスーパーで買えるやつを適当にガーッて手持ちのカバンに入れてセキュリティ通ったのしたら「はいちょっとお姉さん止まって」って全部開けられてディーンって全部開けられてこうやっべえって思ってさ別に悪いもん持ってないけどあ止まっちゃったと思ってお姉さんがこうやって全部オレオ全部出してさこうやって裏表見てさ「えい っってて、言もう周りの職員呼び始めたの、やっばっと思って、え、look、look at this! 新しい味出てんじゃんって言われて、そ <laughs> したらも,もうわっさー集まってきて、もう周りの職員、5、6人、<れ>うわーみたいな、うん、何このフレーバー、<laughs> こんな新しい味出てんだ、へーってまたみんな解散してた。<laughs> <laughs> いや私その中でさ流れさ、私が思ったのはさ「おい来い来い来い」っつって言ってでそれでこの中身になんかこういうのが入ってんぞ例えばそのアメリカに持って帰ってきちゃいけないような食材が中に入ってるぞ、うん、誰が持って帰るみたいなそういう流れやからと思ったっけ <laughs> 分かる <laughs> 新フレーバー <laughs> 新フレーバーチェックでしたねただねでもさああいう仕事もさずっと同じことを繰り返していくからさそういう楽しみ見つけないとやっていけないんだって、ね、そうなのよ 完全にあれおちょくってるよねあれおちょくりなのよ若い娘が <laughs> こんなに俺を持って帰ってんぞとよう集まれみんなみたい <laughs> こいつ土産なのかな自分で来るのかな <laughs> 食いそうだなあいつみたいな<笑><笑>そうそう絶対そういう話になってんや絶対なってる <laughs> あ私さそのセキュリティでさ一回さ土産とかじゃなくって多分本当自分の私物でさなんか昔ね本当に20歳ぐらいの時にさ、うん あのビクトリア・シークレットのなんかフルサイズのさなんかボディークリームみたいなやつ思ってたの、うん、したら私そのそういうさ重さとか全然ペイアテンションしてなくて、うん、で結局それ抜かれちゃったわけあリキッドだからねそう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 誰か使ってるよね <laughs> 取られる絶対そうだよね、うんもう、まあ、あのバスケットからこうやってそうじゃん収穫そうじゃんビクシーのボディーローション、ね、なんかうちのさ旦那のさお父さんがさなんか ヨーロッパの方だとか行った時になんかチーズだかなんかを買って、うん、でもそれがその、ね、セキュリティで引っかかって、まあ、めちゃくちゃいいチーズだったか持って帰って来たかったの、うん、持って来られなかったってすげえ文句言ってたけど、うん、食われてるよねみたいなさ絶対でも食ってくれてた方がもう逆にいいかもうん、うん、捨てられるよりねまあそうだよねなんか嫌だけど盗まれた感じもあるけどそんな感じするよねだってその人たちがいいって言ったらいけたわけじゃん、うん、まあ多分 そのルールに沿ってはやってるんだろうけどね。どうなんだろうねあれね。うん、どこ行ってんだろうね。みんな絶対持って帰ってるね。持って帰ってる。うん、なんかさそのセキュリティー通ってさ、と通るともう結構気が晴れるじゃん。シャーみたいな。あと乗るだけだみたいな感じなんじゃないか。うんうん、でさなんか成田とか成田とかだとそのお店があったりとかレストランとかがあったりとかでその自分が飛行機乗るま約一時間半とかの間二、うん、時間ぐらいなんか楽しく過ごせるからドキドキワクワクするけどさうん、うん、なんかもう。 今回は子供がいたから OK ーとんとんみたいなとりあえず3人とも一緒にいることだけを意識して何、うん、か「ほんまろう」みたいになっちゃうからいじゃあマジでなるじゃん、うん、だからさケビンみたいになっちゃうだからさ本当にキャミーがだよね本当に<ー>だからさ結構ドキドキしながら行った <laughs> なんか食べた空港たうーんとねうちらがさあそこに着いた時えっと 帰りだよね成田からそのこっちに帰ってくる時とかはあれだったわけあの夜だったのから特に別にマックぐらいいったなちょっとお腹空いてたから <laughs>、うん、マックもすごい並びだった全部レストラン閉まってたからさあでもねそうかも私もいつもそうかも成田特に成田はなんかね夜ね本当にマックあそこの2階にあるマックとスタバぐらいしか入ってないから。うん そう、いつもそうだね、私もね。うん。ん夜の空港ってちょっと切ない。夜のディズニーランドと同じくらい切なくない。あ、なんかわかるわかる。それすげえわかる。なんか夢が終わってしまう感じ。そうなの。あ、これ今でも、全部空いてたらいいのにみたいなさ。そうあ、もう。すっごい切ない。たみたいな。でも、もう明日には私ここにいないし。みたいなね。うわー。うん、もうなんか最後って感じで。そう、本当に、ね。本当そうなんっけ。ちょっと寂しいよね。やだーつらーい。そう。飛行機乗ってさ、そ,てね、その後。飛行機さ、乗ってさ、なんか。 あれよね、やっぱり機内食よね。私がこうモノモノ申したいのは <laughs> 機内食だよ、ね。どうだった機内食？アナでしょ？アナだった。機内食ね、うんと YouTube でも撮ってたんだけど、まあまず一番初めさ、うんと、オッケー行きはうんとね、はめまずスナックが出てきたわけ。うん、なんかうんと。 なんかさ、飛行機が、ね、11時ぐらいの飛行機だったわけだからなんか分からないけど初めスナックが出てきてまあとりあえずビールとスナック食べたわけよでその後すぐにランチみたいな感じで出てきたのねそしたらさ、えっとね、パンとバターとで次になんかそうめんみたいなのとで、スープみたいなのがついてきて <laughs> そうそうめんにか,かけるよね炭水化物だねいやでそしたら次にさお米となんか鶏肉のなんかトマト和えみたいな感じのもあるわけ。 もう三つさ炭水化物よ、そこに。すごいで、枝豆とかさ、もりもりね、あと生ハムのとか、なんかポテトサラダとかやってさ。<ー>なんかもうね、いちいち突っ込みたかったんだけど。<laughs> まずパンだよね、なんかなんで、なんで、なんでパン。なんでパン。なんで。なんだろうね、前菜。も、もったいないよね、なんか。そうよね。うん、もったいない。あ、これはさ、選べってこと。三つ炭水化物があって。好きなの食べろや。ま 出しときゃいいやってからもうかもう対応するのめんどくさいからとりあえず全部出しとけみたいなお前が選ぶ米好き好きなものをもうあとはもう何も言わないでくださいあやいやいやいやあの食べるところもさめっちゃ狭いじゃん本当もうにもうさあれ毎回思うもうさんかさ掃除用のロッカーボックスに入ってご飯食べてる気分じゃない本当にそうだよ 本当にそうだよね、うん、でなんかちょっとこう例えばそのパンとかもさ袋に入ってから開けんじゃんその袋がちゃんとしっかり落ちないようにそのトレイの中でどうにかマネージしながら食うんだけど <laughs> <い>絶対落ちたりとかしてでそれでも拾うのもやっぱ狭いからいそれで拾ったら他のやつこぼすからもう拾わない方がいいよ <laughs> <laughs> パーンってなるじゃん、うん、そうそうそうなわけ本当そうなわけね でなんかさこれでその時にさなんか飲み物とか行っていろいろ持ってきてくれるんだけどこの人飲み物次どこ置けば <laughs> この小さいトレーの中のどこに置く場所がありますかみたいな。じゃんあ, <laughs> あのトレーの中だけでどうやってオーガナイズしろっつうんだってあれでもさ絶対あの改改改善善善ににを尽くしてきてきのあれだと思うわけだから多分前はもっとひどかったんじゃないのかなって私は思ったの。 あのさテーブルなんならさ2段になってくんないかなって思うなんでそしたらここにこの飲み物飲み物下にミールでちょっとこの飲み物の分浮く隙間空くじゃんあーそれでもいいかもしんないねでもねもうねそもそもねここに折りたたまないとこう足が動かせないっていうのがもうね窮屈なのよねあでもこれさうちのささエコノミーだからの話だよね <laughs> そうなのよ <laughs> そりゃそうよそんな壁ないから私たち。<laughs> も,うじゃあもっとサブスクライバーついてくれって話じゃんみんな頼むよ <laughs> いやいやいやもう本当に <laughs> そうなんだよねエコノミーはねエコノミー狭いのよ本当にもうね足ちょっと動かすとクッ,ッてなるからねッッ時に気味性高いから絶対そうでしょうちょっと足動かすとカーン,カーンってなるじゃん私でさえ狭いと思ったもんや だからもうできるだけもうね動かすのはこの手先だけロボットのこの手先だけ肘から先動か肘から先しか動かさないピアノみたいなでもそうだよねそういう感じだよね本当とに狭いきついよなアレクジャーはきついてうんだろう一時期さ私もんかんかその ないで見る食べるご飯って楽しみなんだけどそれと同時に負担だなって思い始めた時期があっの出てくるのを待ってしかもさこうガタガタってこう七者さんが持ってくるじゃないかタガタって来たところからみんなちょっとワこうやってうあ来るなってこう一回席座り直して一回見てるビデオ止めてちょっとイヤホン外してんか前の人の方のんか。 今日は魚と肉かなみたいなあこっあそういえばドリンクも頼まなきゃいけないからと思ってこうメニューを取り出してこう確認し始めて今度、はい、ち,ちょっとこうやって15分ぐらいこうやって待って前の人のところまで来たなーって思って「あどうしようどうしようミミミドルフィッシュ」ん。あ みたいな <laughs> その時間がもうちょっと何かこう何もめんどくさいっていうかさ分かるっか,かる。でこうまたガタガタってこう出されて、うん、でそしたら今度なんかドリンクがまたこう戻って来たり行っててたり来たり持ってなんかあ、もう片付けた方がいいのか片付けない方がいいのかってそ,そのさ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 あっちのタイミングで片付け来られるのもちょっといやんか <laughs> 特に子供なんて「今食べたくない」とかさ「<ー>これはとっとか後で」とかあるじゃん。あれって言えんのかな あ,あ、たぶん言えるっちゃ言える、うん、あといや、今大丈夫って言って置いていってくれるんだけどでもさ、置いてかれても怖いみたいなあ,あ、そうだよねわかるうん,うん、おまじわないんでまた、あ、テーブルも畳めないしね、そこにある限り、ね、そうなわけ、そうなわけで、だからなんか私はそのタイミングがもうちょっと 時間くださいと思うけどね。でもあっちあっちでそのルーティンがあるわけでしょ。ね。これ終わったら何分したらもうじゃあ次しおしあの片付けないと。そうそうそう。で次に今度電気がしたら皆さん寝るんですから。そういうことでしょう。そういうことそういうこと。そしてまたこうお水持ってこうお水お水配給が始まって。お水お水っててそしてもう気づいたら今度今度ライトが明るくなって。コーヒーティータイムが来た。そう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 来た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 いいね来たね。あじゃあ来た来た来た。そうコーヒーじゃまたこれまた座。 割り直してそう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 ,なん、ね、そ,うそ,れそれがだんだん面倒んくさくなってきたのと、うん、あとなんだろうなんかそもそも空港でさ割とエキサイトして割と私食べちゃうタイプなの飛行機乗る前に食べちゃう私もそうでしょ私もそう、うん、でさ若干もお腹いっぱいの状態で乗ってでまた出てくるんじゃんもったいないから食べんじゃんそうなんだよな,、うん、なんかお腹がいっぱいになってしかもそこの状態で動けないのが10時間ぐらい続くわけじゃんそうだね なんかそれがまたちょっと嫌だなって思って体が重くなるのが嫌だよ。一時期そのミールをフルーツに変えてたのおお<ー>んか選べんだよねあそうなんだ、まあ、ビーガンとかベジタリアンとかあったりで中にベジあフルーツミールっていうのがあってもうん、うん、全部フルーツ、うん、動物園の動物みたいないい、ね、<laughs> バナナリンゴみたいなやつが出てそれでやればよかったうちの子どもは。 でなんかこうスペシャルでさ、まあ「ああフルーツミールのお客様」って言って出されてした隣に男の子ちっちゃい男の子6歳ぐらいかなはい、はい、とお父さんが育ってたのよ、うん、で、まあ、私一人で育っててでフルーツミール出てきてやっぱその男の子ちょっと自閉症かな発達障害みたいな子がでもすごい静かにしていい子だったのよで私フルーツミールが出てきてでお父さんとその息子さんもご飯出てきて普通の、うんで。私こうやってて食べて おなかいっぱいになり始めたなと思ってバナナがまるっと残ってたのよあの人たちバナナまるっとくれるからもう私はゴリラだと思ってけんそれ見て自分動物じゃないんですけどって思ってでおのかいっぱいになってきたなと思ってたら隣に座ってた男の子が「お父さんバナナ食べたい!」って言はっきり言ったんで母ちバナナ見てたね食べたいよなバナナそう。 バナナはないない,ないんだよ。<laughs> バナナ俺たちにはないんだよな。<laughs> バナナはな、ね、いいいの。うん、でも彼は見える。そう。うん。タオちゃんの方が見える。お父さんバナナ食べたい。<laughs> っ言ってねもうバ,バナナ食べたいなでも,でもお父さん、ね、バ,バナナはないっ <laughs> てんだけどずっと言ってるからもう私もお腹いっぱいだしいいやと思って <laughs> あのバナナ食べますか。<laughs> お父さんが<笑><笑>すいません、うん、って,言ってもらってたからあ<あ>よかったいいいいと思って。<laughs> そうだよねしかもほら空港持ち込みで多分フルーツってダメよね国またぐとねああそうなのかもねどうなんだろうんかほら子供とかってバナナとか好きしよう好きだよバナナ食べたくなるよねそしたらもう食べるやつしかねえよ彼らはね食べないっていうチョイスはないよ見ちゃったらかわいかったバナナ食べた <laughs> でででそのさ,そのさ,空,そのさ空港の中であじゃ結構さアルコール飲みたいわけ<ー>っていうのも寝たいし、うん、眠っちゃいたいし、うん、あとここ行ってもそれこそ動けねえわけじゃん、うん、もう見る,し見,るしか見るしかないした食べるものを楽しみするしかないじゃんあれってだからさ、うん、もう酒飲みたいわけワインとか飲みたいの私はだけどさなんか例えばさその1回で来た時に「あじゃあワインお願いします」って言うじゃん 2>, で2回目とかに来た時にまたワインとかって言うとジャッジされるからみたいなこの前すごい人いたよおじさんさ、ま、そこをさそこをさもうさもう本当に関係ないもうどうでもいいって思って割り切る人は、うん、んかもうい「あのワイン3つ」とかさ <laughs> <laughs> 一発で言っちゃうわけじゃんか、うん、でうちの旦那でもなんかさ「あのコーラとあのコーヒーください」とか言って一,一気にこう2個とか横断するわけであ<ー>2つ「はいっちゃってるあいつ」みたいな。<laughs> あもなんかもう赤ワイ一1つとかそんな感じだからさあとお水くださいみたいなこの前おじさんもね、うん、すんごい前の目でこうやって映画見てるおじさんがいたのよずっとこのテーブル出して出したところに膝肘ついて、はい、めっちゃ前の目で見てるおじさん、はい、もうすぐポーンってあのここの,あの腕のところにさボタンを押すとライトつくじゃんそうそう、うん、呼びにポーンってちょっとビールって言ってそのビールもう30分置きぐらいにビ あ、マジで、居酒屋かここは。そうやって呼んで。うん、え、オッケーオッケー、ちょっと待って、そうやって使っていいの、キャビンアテンダントさん、津田さん。いやらしいよ。<laughs> <laughs> え、そこはやっぱちょっと、私気使うじゃん。まあ、でも。考えてみ。うちら、お金結構払って。っかん、ね、それな、え、だからさ、私もちょっとさ、わかんないの、その。空、その飛行機の中で、どれだけ。その。そうだよね、そのサービスをするためのお<ー>お。お姉さんたちなわけじゃない。ご飯持ってきて、そのコーヒーをっていうの。うん のもそうだけど、それがするのがお仕事じゃない？うん、でもどこら辺までがね、え、どこら辺までが私もなんか甘えちゃっていいのか、甘えちゃっていい膝枕とかああいうのとか <laughs> とかさなんかさ <laughs> なんだっけあの帰り道よねまあその時もアナに乗って帰ってきたんだけど、うんえっととりあえず私のさ喉がすっげえ乾燥してたわけうん、うん、でちょっと前足を引き起こしてるような感じのあ,<ー>あの時期だったのうん、うん、あの 咳き込んでて、で、なんかちょっと、もうちょっと乾燥するっうもうちょっと咳が染まらなくなる感じの時期だったのね。うん、だから、自分を乾燥させたくなかったから。でもはあ、あの飛行機の中で乾燥しやすいじゃない。うん、だからなるべく自分の手元に水を置いておきたかったわけ。で、でもさ、水を置いておいてもさ、すぐ飲んじゃうわけ、全部。 ちちっ,ちっちゃいややつやだ,よねそうだからさ2回ぐらいその後ろに行ってさ私は歩いて<ー>後ろの方にまで行って「あのすいません」みたいな「うんうん、お水余ってますか?」とか言ってそ、うん、したら「あちょっと見てみますねありました」みたいな感じでうん、うん、あこれもらっていいです」とか言ってでその時に1本とか2本とかもらってたんだけどさもうできればさ ごっそりそ欲しかったわけよ <laughs> あのちっちゃい水はもう二口で終わっか、ね、じゃんじゃ、うんだからさすごく欲しかったんだけどなんかそこですごいなんつうのかなどれだけ聞いていいのどれだけやっていいの私みたいなまあでも水ぐらいいんじゃないまあでもほらやっぱ乗ってるよって多分リミットがあるからね <laughs> そうなわけ、ね、だからなんか余ってたら、うん、あ,あ余ってるか見てみますねって言われたわけよ余ってるから見てみるっていうことは別にす常に私たちのお水をあげれるっていう状況じゃ ないんだ。でも水って大事だよなぁとか思ってさ。でもなんか最近さ、うん、なんかその水徘徊でさ、うん、水徘徊って私は呼んでんだけど、こう寝てるやみんなが寝静まってて、う静かにこう水持ってこう回ってくるじ,るじゃん。はいはいはい。くるくるあれあれ水とあとコーヒーとオレンジジュースいるじゃん。ああはね私はリンゴジュース見たの。リンゴジュースを片手に持って <laughs> 静かにここうやって持ってこうやってさ何も言わずに見せてくれてう。<laughs> あれ,あれタイミング失わないっか今かよって思うよね <laughs> しかもリンゴじゃねえみたいな「来た来た,来た来た」って待って「こいあ」はーって言ったも,もう行っちゃった「もういい」い<や>って言っネクラがまたすご爆発してさもうダメだ <laughs> こ,ここで声は出せない <laughs> そこでディーンともできんすねできんできんもう<ー>なんかなんかあればいいのにねあれちょっと居心地がなんかどうしても私はちょっともうまだわからないわ <laughs> あとねあの飛行機の中のトイレも私苦手なんよ もう狭い線、ね、<laughs> でもうローチャーよあれ多分あれはちょっと狭すぎると思う私でさえ狭く感じるのあなたぶつかりまくりでしょもうねぶつかりたくもないの私潔癖だからあそうだよね <laughs> すごいもう1ミリ動くことにもうすごい気使ってるからねうう角が当たらないように <laughs> 服が当たらないように <laughs> ほんでさあのボタンを押すとさカーッって言うじゃんあいやいやそれも嫌だよなめっちゃ怖い,めっちゃ怖い分かる音。 あと水ちょっとこうボタンを押してチュラ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 って出てきてもうそれだけでもうどうしようもない <laughs> えここボタンを押しつけつてこれで手洗いってかう押すじゃん、うん、出てくる水でこうやるじゃん足んないじゃん、うん、もう一回押すじゃん、うん、このボタンを押してるこの指はどうやって洗えばええのって話じゃん <laughs> あ押してる間だけ出るからか,か押して,押して離しても出てるよでもチャ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 チいチャチャャチャャチャャチチチチ っていう感じなんでしょ嫌<そ>だよねでも仕方ないよねなんかもう結局あ,、ね、あんただってあれだね空の上らでやそうよ文句言っちゃだめよねでもねまあね快適運転ってさでもお金高いよね飛行機のお金ねまあねいろいろリミットされてるからまあそうなんだけどさもうちょっと心地よく乗りたいわ なんか、ね、多分日本の航空会社は逆に気使いすぎなのもあると思う<ー>なんかアメリカのだともっとこうラフじゃんなんか「えいおい」みたいな、ね、なんかあったら呼んだねみたいなじでしそれくらいオープンでいてくれた方がなんか用があった時に呼びやすいかもしれないあそれはあるかもしれないね膝ついて聞いてくれるからね「どうしましたか?」みたいなさ <laughs> 超ナイスじゃんだって私もあれ,あれハワイアンだったかな、うん なんかほら後ろの,その何さっき言ってたさそのキャビンアテンダントさんが座ってるエリアみたいな感じでこうトイレ、トイレで真ん中がこうキャビンアテンダントさんのところでトイレ行って逆、この通路が2つあってさこの逆の方の通路の向こう側のトイレが空いててそっちに行かなきゃいけないみたいなそうするとそのキャビンアテンダントさんのそこを通らなきゃいけないみたいな。 なんか、「「ういここ通っていいよ」って言われたから「おすいません」って言ってこう通ってで帰る時になったらさ、うん、もうそこでそのキャビンアテンダントさんがさ <laughs> 椅子をこうなんか椅子,椅子あったのかななんかこうみんなで井戸端会議みたいにさ <laughs> 普通にこうそこにおつまみ食って喋ってたんだよねみんな, <laughs> まあなんサークルみたいになって。 あれあれ日本ではないな絶対ないじゃんま奥の方で多分やってるんだけどまず座り方ないですよね多分みんなすごいよあれ休憩室だななんかセセブンイレブンのあの座ってる人たちみたいな感じでおつまみ守って食っとくみたいなみたいなみたいなええそんな感じよねうんいや面白いねそう空港飛行機はね。 飛行機はしかもさ,そのさ飛行機着いてさほらちゃあのこう <coughs> 着地するじゃん、うん、飛行機着いてガタッダハハハハハハはい着きましたはい皆さん着きましたけどまだシートベルト取らないでみたいな感じでさそれさこうゆっくりとこのさあの自分たちのこのなんつうのゲゲあの入り口みたいなさあるじゃん飛行機のそこにまずこう行くわけじゃんか、うん、車運転するみたいにその飛行機は。でその間さ わわわささしてくるけみんな降りていいからとりあえずシートベルト取って自分の荷物上から取りたいっていうで一番先に出たいみたいなさしてくるその時間もちょっとなんか嫌だなでその時間ぐらいになると自分の携帯に電波が入り始めてでなんかいろいろメールとかでででって入ってきたりとかしてであとうとう着いたなみたいな気持ちになるんだけど。 早く出たいけど通路が積もってて結局この椅子のところで中腰でこうやって立ってるそう頭がこう荷物のところた中腰ずつそれで10分とかねしかもさあの時間って AC が効いてないのよだからなんかハワイに着くと暑いしなんかもうもうしてきたみたいなるよねなるよねなるなるなるあの時間嫌だなと思って子供待てないからさ早く出して父ちゃんみたいな感じで思ったよ なんで早く行かせてあでもねアナねあのすごいよかったよ初めねあのまあ行きも多分できたんだろうけど帰ってくる時にさあの待ってるじゃんか空港で,、うんうん、で。そしたらやっぱ私子供といたからお姉さんがこうやって来てくれて「お子様と今日ご一緒ですか?」みたいな感じで言ってくれて、うん「あそうです」とか言ってたら「あのなんだっけその途上する時乗る時にうんとお子さんのいる方は一番初めに 飛行機に入っていけますので、<ー>もう今から並んじゃって大丈夫ですよみたいな。<ー>だからビジネスクラスよりか先に。 子のもがいるからさガーって入れてくれたわけでもさそっちの方がスマートだよねどう考えても絶対子供を連れていくとよ。あまあそうだねうん先に大人数の人たちとわーって流れてくるとやっぱ子供いると詰まるから子供先入れた方が危ないしねしかもちっちゃいから後ろから押されるじゃんそう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 あとストローラーとかある人はほらねほら畳んでうんぬんとかって後ろ詰まるっていうのもあるしやっぱり行かせてくれたからさすごい楽だったそれはうん いやーもうすべてが旅だからねそれがねそう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 なんですよね、はい、もうすごいあの ANA さんは使ったけど初めて初めて使ったんだけどそう私 ANA しばらく使ってないねいい経験をしたでや最近は JAL たまたま JAL とか、うん、ハワイアンかどっちかかなうんうん,うん,、うん、なんか前はねデルタデル,デルタも割と好きなのよ私中デルタだったのデルタ割とよくない飯、うん、飯はあんまり ねなんかあんまサービス良くないって言わないう、ね、ユナイテッドがちょっとヤバかったかもあそれだユナイテッドだデルタじゃなくてデルタは結構いいのよそうだそうだそうだユナイテッドだねキャンセルとかそういうのだとちょっと面倒くさいやつねそうだね、うん、そうなんですよはいということであのーはい、まあ空港の話は置いておいて <laughs> 私たちは あの肩ポンポンのコーナーがあるわけなんですよ。映ってきますか <coughs>？そうなんです。では、もうん、50分だからね。じゃあ、私読む読もうか？いいよ。ジョーズさんもね読むのでカオちゃんです。<laughs> どうだろうなそれは。オッケー。ああ、ねずみさんカオさんはじめまして。いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。うんとね、ゆりさん。うん。私は現在妊活中なのですが、常にそのことに気持ちが向かってしまうことに悩んでいます。 毎月「今月はどうかなこれは妊娠の兆候かな」などと常に気にしてしまいネッ,トやネットで症状やうまままくくいいい方法につてて検索しししたたりり考え続けたりしてしまいます、うん、友人には「気にしなくなった頃に妊娠したから考えすぎない方がいいよ」と言われネットを見ないように気をつけているのですが、うん、性格の問題なのかなかなか気にしないことが難しいです。うんうん お二人はどうしても考えてしまうことや辛いこと、悩み事などがあったときにどのようにマインドチェンジしていらっしゃいますか、うん、なかなかおつ問い,いを以外に相談できる内容ではないこともありもやもや,もやもやが続いてしまっています、うん、お二人に頭ポンポンしていただけると嬉しいですいつも夜の夜のネイバーズクラブとのぞみさんの youtube 楽しみにしていますでも無理はなさらずにお過ごしくださいおありがとうございますいやーこれはゆりさん、肩も頭もポンポン案件ですねそうですね そうですね。これさあれなのかな小は一番初めのお子さんなのかなそのトライしてるのかなかな 1> 1人目なのかな雰囲気的にはそうだね、うん、でも私も1人目の時はそんな感じだったけどな、うん、結構待ってた感じ <laughs> 待ってたっていうかなんだろうあこれは妊娠の傾向なのかなのかなとかさ、うん、なんか調べたりとかひ人目は結構しし調べるは結構しちゃってたね、うん、でほら ほらでも結局さ出産パターンとかその妊娠パターンってさ100人いたら100通りあるからさそ,、ね、その一人の人の体験談を読んで例えばその体験談がすごいなんていうの例えば発生がどこどこで起きてなんたらかんたらで、ね、とかちょっと怖い感じになったらとこれから起こることって自分でどうなるかわからないしさ。うんだから 怖くなっちゃうんだよねだからまあ調べない方がいいっていうのは本当にそう <laughs> 特に夜はもう本当にいかん本当にそうなわけ <laughs> 考えすぎちゃダメだよね夜はね <laughs> 特にねうそうどのようにマインドチェンジしてらっしゃいますかっていう感じだけど辛いことや悩み事があった時にどのようにマインドチェンジしていますか、うん、いやー これってさもうライフの一部だからさやっぱりこう常に頭の中にあっちゃうんだろうね,そうだねゆりさんはね。だからこうあちあまた同じこと考えてるちょっととりあえずあの気を紛らわせたいから他のこと考えなきゃとかそういう感じでこう外に出る外に出る気を紛らわすなんかもう自分の行動からちょっと違うことをして。 気を紛らわすみたいな感じ。あのね、外に出る。うん、家の外に出る。あ、でも外出るの大事。本当に日光肌に浴びん、全然違うよな。うん。外に出るはマジででかい。かうん。もうね、外、なんか、な、多分ね、こう考えすぎちゃうと、私もそうなんだけど、そこにもうスタックしちゃって、自分の頭の中でぐる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 回っちゃうんだよね。うん、そうだね。そうだねで、そこから出れなくなるから。うん。とりあえず外に出る。うん。うん。うん 散歩でもいいしそうそうそういいか他かの人が何かやってることとか見るとなんかあっか外に世界は広いんだなってだんだんんか気づき始めるっていうかそれが何かこうなんかのきっかけになるかどうかわからないけどでも自分でアクションを起こすっていうのはいいことだよねなんか同じところにずっといて考え続けるよりかはちょっと違うことして。うんうん 意識を反らせるととかかさそこで会う人とか何、うん、例えば「ああやべえカエル目の前から来た移動ど,どうしよう」みたいな <laughs> なんかそういうことにさそういうことが起きたりするわけじゃんか外に出るとなんかだからそこでマインドを変えるっていうよりもなんか外のものに触れてそのものに対する考え方をちょっとこう違うアングルで見られるようになるとちょっと気が楽になるんじゃないのかなと思ううーん うん、同じ場所にスタックして同じような物事の見方でずっと見てると変わんないじゃん何もあ。そうだ,、ね、まあだって、ね、事実としては変わんないじゃん。だから外に出て自分の見方をちょっと違うアングルで変えるでもそうなるよね。うん、ちょっと出るとさなんかちょっとで外出てで戻ってくるとあれそんん、ななでもかかったと こういうい考え方もまあででききるっちゃできんなとか,んなんかそういうふうになれると気が楽になるよねちょっとうんうん、うん、なんかさ私はさこのさ辛いこととかさ悩み事とかあって私もすっげえぐるぐる考えちゃうこととかあるんだけど、うん、なんか結構さ受け入れとりあえず受け入れるかな,なんかそのうん まあ、私これあって辛いんだよね自分みたいな自分辛いから、まあ、とりあえずそれを「どうしようどうしよう」っていうかもう私辛いんだからもう本当に辛いんだし辛いですってさんざん自分受け入れてしたらなんか「OK じゃあ次」みたいな感じになるうもう先にまず受け入れるところから始まる、ね、そう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 んかそれ,それいいかもね それもおすすめだな受け入れるつらいこととか悩み事とかそうだね、うん、このさなかなか旦那さん以外に相談する内容ではないことがだからモヤモヤしちゃってるっていうのはあるじゃん、うん、なんかさ私もさそのなんか例えば悩み事があったとして結構旦那に言うタイプだったわけうん、うん、友達ってより旦那、うん、言いやすいし、まあ、多分わ分かるじゃん私がそうそ、ん、るから、ね、そう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  だからさ、一番手短だし手手時間な人だし身近な人だしお話ししたけどでもさなんかそういう例えばさあのゆりさんがこう悩んでいるのと同じ同じ悩みを持っている人じゃなくったとしてもうん、うん、ゆりさんの気持ちを分かってくる人っているわけよ、身近に。うんうん、絶対そそううなの、私もそうだったけど、だから、うん、と自分で分かんじゃん。 こいいつは分かってくれるななみたちょっと分野は違うけど私が悩んでることともしかしたらねなんかよく分からない分野を私がこれから話すかもしれないけど <laughs> ちょっと辛いねん聞いてくれるって言ったら絶対聞いてくれる人っていると思うからうん、うん、それでさ話すだけでいいんだよねなんかそれを聞いてくれる人が旦那以外じゃなくて他の人だけでもいると別にそのさ あのアルバイスとかいらないよ正直うん多分もう分かってんだよね自分でそう分かってる、うん、そうそうそうだから話せる人言うと言葉に自分で出してっていうだけでさまた違うと思うんだよねそうだねそうそうそう口に,口に出すと整理できるもんね頭の中で、ね、そ,うそうそうそうすごいそれ大事だと思うだから旦那さん以外にも、うん、いけそうな人にどんどん話せってわけじゃないけどちょっと一人とかさ あの見つけられるんであれば、そういった人に。話してみるっていうのでもいいと思うんだよね。なんか友達の中でもさ、あ、これはこの子に話せない、これはこの子には話せないなっていうのない、<る>なんかこう。これはこの子は何担当みたいな。あるじゃん、あるじゃん。だから、そういうのでいいんだと思うんだよね。そうそう,そうそうそう。別にベストフレンドで、だから、話さなきゃいけないとかいうわけじゃなくっても。そうそう,そうそう、なんか、あ、近所のこの人なら、ちょっと話。 なんか聞いてくれそうだなとか、ねねうん,なんかあの人の仕事上なんか知ってそうだなとかさうそういう感じでいいんだよと思うんだよね。なんかそれこそ自分の市場をあんまり話したくないっていうのはあるかもしれんけど、うん、まあそれだったらそれこそ友達とか身近な子とかさ、うん、話しそうな子とかに話すのって大事だと思う。私もね結構抱え込む性格 だったからあんまり旦那以外言わないこと多かったんだけどま友達はあまりいないってのもそうなんだけどねそれなだけどなわかるだけどねやっぱりねあの口に出すのは大事だなっていうのはすっごいもうさ三十代になって分かったでよ本当にそうなのうん分かったあのね本当に言ってる時に自分の頭の中で整理ってできるんだよねそうだね女の人は特にそうなんじゃないだから喋るのようん、喋ると喋りすぎだけどな 喋喋 <laughs> やりすぎやけどなでも分かる分かる本当にそう、うん、あと私ね年上の人と話すの好き姉さんも年上だけど年上の人と話してるとなんか私以上にいろんなこう経験を、まあ、人にもよると思うけどねうん、うん、いろんな経験をこうしてきてるわけじゃない時間もそうだけどそう経験量とかあともいろんな違う経験とかねうん,、うん、なんかその人たちのあっけらかんとしてる姿を見ると、うん、あ なんか、私の悩んでることちっちゃったーって、なんか、大丈夫だわ。いや、わかるなんか、近所のすっごいとしたおばちゃんと話してると、なんか元気になってくるみたいな、なんか、大丈夫だ、生きていける、みたいなさ。なんか、相談しに、話しに行ったんだけど、おばちゃんが自分の言葉ばか喋るから、でもそれで気分がすごい和んじゃって、あ、やっぱ私何も喋らなくていいやん、みたいなね。大丈夫、大丈夫、わかった、わかった、みたいな。答えあったわ。自分で処理できた、みたいな。そんな感じ まあ人にそ、うん、そうだねそんな別にみんなに話すったわけじゃないけどそそうそう,そうち,ょちょっとさちょっと探してみなっていう感じだよね,ちょ,だねちょっと誰か話しそうな人探してみて話してみるとねまた,また違うと思う別にそうださ言,言うんだよ初めに「あの意見欲しいわけじゃないからね」みたいな「<laughs> <laughs> あのうんただ聞いてほしいだけだからね」みたいな <laughs> って言ってそれで「うんうん」って言って聞いてくれる人うん、うんね、とかさそれだけでまた自分の気持ち全然違うと思う。うん そう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 そ,うそ,うそ,うそれでさあのさ別にさ意見いらないただ聞いてほしいんだけど意見めっちゃ言ってくる人いるじゃんかいるいるよないるそして解決法めっちゃ探してるよなそありがたいありがたいんだけどそうそう今回はそれじゃないかってるやそう今回はただただこの吐き出したかっただけやねみたいなそれさ男の人になかなか通じなくないそそういううういなんかうちの彼もそうだけど よっしゃ顔が困ってるならさあ何をしようかみたいなさあそれ分かる分かる分かる,ある、ね、かこ,うこうこうした方がいいんじゃないこう言ったらいいんじゃない、うん、ああしたらいいんじゃない、うん、でも多分すっごい彼なりにこう慎重にそう、ねうん、考えてくれてそうなんだよす、ね、救ってやるぞお前はそんなバカらみたいな感じなんだけど <laughs> 違うの分かってるんだけど分かってんだけど私も <laughs> <laughs> そ,それさなんか例えばただ聞いてほしい時、うん、一番初めに言っておきますけど意見は何にもいりません。<laughs> ただ聞け、オッケー、あのね <laughs> って言ったはず。やっぱその前置きが必要なんだ。<laughs> うん、何も言わんでくれる。で、た例えばさ、それで言ったのに、なでもさ、我慢できないからなんか言った言っつっ言ったよね。ただ聞いてくれる？<laughs> 戻りますけどみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> 本当そうなの。でも人間ってそういうあのそうそうやって話せる人も大事よね。 うんね、だからういないとだめ自分の,このなんか友達の中にそういう人が何人かポッポッポッっていないとそう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 なんだよ、うん、だからさ、ね、ゆりさんはさあの大変だと思うよ気持ちはすごいわかるから肩ポンポンですよ本当に本当に肩ポンポンですよ、うん、いつでもだからメール送ってきてくださいそうだね頑張っていきましょうやみんなで頑張ろう、うん、少しずつねちょっと人に言い話せたら話して、うん、頑張っていきましょう よっしゃっ。そうなんですよ、皆さん、私でビデオ発射りました。<laughs> ほらね、そういうところよ。<laughs> そういうのみんな、人生の時、取り入れてほしい。そう,そうそう、だから、本当さ、あれ、あのね、今年の私の抱負はしてもらいますと。あ、いいよ。よしてもらいましょう。いいよしてもらいましょうか。いいあの、まあね、これ、はいつも自分の人生のテーマでもあるけど。あの、手放すことを恐れない。ね。<ー>手放すことを恐れない、夜な夜なネイバークラブも。もう、カメラは手放した。<laughs> <laughs> そこにうまく着地させる仕事のあのねやりやすいとかをいろいろ、ね、<laughs> それは手放すなよと,思だややすとか見たいよっていう人いると思うんだけども <laughs> 私たちはね考えたんですねこの仕事もうちょっとこうやりやすいふうにとか <laughs> 自分たちの人生のこの生活の中でどう組み合わせていくかって考えるとやっぱり。 カメラハショかってなったわけでございます皆さん。だかねまたほらちょいちょいあのほら料理番組系のほらこの前やってたみたいなポンポンポンとやれたらそれはそれ面白いじゃない。私たちの動きをその時に見てもらって。だからまああとはほらインスタグラムの方で元気にしてるか確認していただいて。私さインスタグラムのハンドルネーム変えたのよ。あ変えたね。うん。あのクロワッサンみたいな感じになったよね。私クロワッサン好きすぎてホワスさんにした。 だから、いいね、のあの、そう、そこ、あの、ちょっと、また、あの、概要欄のとこ、変更しとくない。私、あし食ったで。食ったで、シナモンの。シナモン食ったで。うん、シナモン。だって、シナモン食ったけど、好きじゃねえんだろやっぱ、甘かったな。もう、甘いだけなだったら、くれや。食うな、もう、じゃあ。<laughs> くれ。無駄にするな、あれ、好きな。 いや食った一応食ったよ食ったけどあんねえなと思って真ん中の部分食っただから真ん中の部分見ながら「かほちゃんここに挟まりたいんだな」そうだよあのソフソフのところあいつバカだなと思って食ったで「マニョンマニョンのソフソフ」よマニュンマニョンのソフソフあのブランケットできないかな近いのは探せばあると思うで世の中にうんはあちょおいしいえだからもうあれはでも食べたらもう もうなんか3キロぐらい太った気するんじゃんするんだしもう歯キンキンになんかキンキンな感じするわもう歯が <laughs> 歯がなんかもうでしょ、うん、だから私大体半年に1回ぐらい、うん、半分食べるって決めてるああそうなの、うん、だからこの前ねパー,ルパールシティのあのショッピングモール行って、はい、半分ちしたのよあ半分ち半分ちしたあと。 まあ、そんなに罪悪感がね、ねちょっと軽くなるから、うん、半分食べて、うん、よし、じゃあ次の半分は6月だな。うん、やばい、もう、あれはちょっと、あれがかほちゃんの、いよかほちゃんのおしね。うん。うん、一生の。かほぼんでもよかったな、じゃあ。<laughs> 次かほぼんにしようかな。かほぼんにするの売ってられるでよ。シナボンに。<laughs> 真似しただろアールマークつけられう、レジストレーション。<laughs> 言われんだよ。いい。やあの<あ>、はブレッドショップのシナボシナボじゃねえや。クロワッサン試してよ。あっ、あとさ、違う、あの、ホールフーズにね、売ってるの。うん。冷凍のクロワッサンが。オッケー。それはちょっと嬉しい情報で、それで、それそう。あで、before bake よ。OK。ね、なんかね、bake。bake to go。うん。 みたいなな名前がいなんかね、あそこフローズンフローズンの,ッケーあのパン屋さんのパ,パン売ってるコーナーあるじゃんホ、はい、ールフーズの、はい、あの前あたりにこうあのショーケースじゃないけどあのアイスケースみたいなのに入ってるはい、はい、オーブンで家に帰ってきてオーブンで焼く前に30分ぐらいディフロー,あディフロースすね。ーうん、でそのままオーブンに入れて十分何分とか、うんうん、えっそのさ1個のさ買うのに何個クロワッサン入ってんの 私が買ったのはね六個ぐらい入ってて七ドルぐらい。あ、本当に。結構お手頃よ。ねえねえ、日本だとクロワッサンって言うけどさ、こっちらはさ、クロッサンって言わないといけないじゃないクロッサン。クロッサン、みたいな感じじゃないそそそうそうそう。クロッサンって言ってもいわからないよね。わかんない聞き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 聞いて。私もいまだにわからないからね。クロッサン,クロッソンみたいな感じだよね。わ <laughs> からないわ。おいし〜。い。 ちょっとだから買ってみてよそれはそれさいいねキッズのブレイクファストいいスナックになるよでずっと冷凍入れる時はいいし焼きたい時に焼きたいあれってさもうロールになってんのなってるなってるなってるあなってるんだピッピッピッってやるだけでねめっちゃ美味しい外パリッパリで割とね私が焼くと中がねちょっとねどウいーなのよちょっとこうもちな状態になるのよねそれがすごい美味しいえオーブンで焼いてんの あんねオーブンでもやったことあって時間結構調節しないといけないかもしれないんだけど最近家でやってるときはあのあれエアフライヤーでやってる。それだけ。それ美味しそう。そっちの方が美味しそうじゃない？すごい美味しいパリッパリ。オッケーじゃあちょっと試してみるわ。やってそんな感じで。はい。ということで皆さん。ああ久々の夜な夜なでしたけど。そうです。ねゆるゆるな感じで。うん。2023年始まりましたけど。いや。 頼みますよ、これどうするちょっと今年の夜な夜などうしていくうん、うん、ビデオなしで早速 <laughs> そうなんですよね <laughs> 早速はしゃいでいきたい新しい感じにいきなりのからぶっ飛ばしちゃったけどねうちらね、うん、まあこの調子でいくんさ <laughs> そうだね <laughs> ほらなんかさなんかこういう私たちのこういう感じ 私たちこういういい感じじが好きじゃないそ,う、ね、でそういうの好きな方はポンポンとね言って,てっ言ってきてくれてるから「好きです」って言ってきてくれてる。もっともっとコメントみたいなみんなの。うん もっとい何かさ見るの楽しいんだって本当にそうだよねああそういうふうにみんな思ってんだはい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 だからみんなコメントくれると嬉しいなコメントくれるとしいなんかそのビューワーとかカウント数を稼ぎたいとか言うんじゃなくて普通に見てるのが面白いねそうそうそうんかみんな気軽にコメント残してくれると嬉しいな

と、で、聞けます。あと Google ポッドキャストでも何とか聞けてるって話だったのそれだそれを1個そうだその3つ五つ安子感もそうはいで聞けますのであと YouTube でもだからねこれ配信してるからそうだねよかったらさらららいながら聞いてやそうしてうんそしてコメントも残してはい頼むでということで今日はいまし ありがとうございます。はいありがとうございました。<だ>それでは皆させーのおやすみなさい。ぐだぐだネイバーズクラブ頑張りましょう。私たちは、はい、ストーリームほら行ってよ。<laughs> なんでお前忘れたんか。いつも私にやらせんだろうお前。<laughs> 今日はお前だよ。<laughs> えー、っとアマゾン違うアマゾン。 アマゾン。ちょっと待って、アマゾン。アマゾちょっと待って、一ヶ月ぶりなやで。<laughs> ああ、と。アップルポッドキャスト。<laughs> スポーティファイ。アップルポッドキャスト。スポーティファイ。アマゾン。あと、なんだっけ。 お前何なんでそのカーやめろ。えっ <laughs> と、アンカー、アンカー、そうや、アンカー様々よ。私アンカーで配信してんねから。そうだね。その四つじゃない？違うの？くだく自分が知ってるのも覚えてないっていうね。